民進党の大塚代表は安倍政権が総辞職をしてもおかしくない状況だと述べ、早期の衆議院選挙に備えて野党の結集を急ぐべきだという考えを示しました。安倍、政権、総辞職も当然であり、ありうべしという姿勢で我々は臨んでいきたいと思っております。改めて野党が結集する必要性を感じておりますので、そう遠くないうちに野党の結集を呼びかけたいというふうに思います。大塚代表は民進党からたもとを分かった立憲民主党や希望の党に改めて結集を呼びかけていく考えを強調しました。また公文書の管理の在り方などを改正する政府浄化法案を取りまとめていく方針を明らかにしました。